ちょいい感じ、ちょいい感じ。こんにちは、大紫の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと橋太郎です。はい、今日も楽しく蝶々の話をさせておこうと思うんですけど、ちょっと声ちっちゃいんですけど、実はなんと重大発表です。いきますよ、もう早くいきますよ。今ただいまテレビ撮影中です。関西情報ネット10という情報番組ので、ね、取材が来たんで今から撮影するので、ちょっともうそこにいるんで、ここになってます。ちょっとね、またごめんなさい、詳しい情報はね、後ほど、お話しで、とりあえず今からその撮影を開始しますということをお伝えします。はい、では行きますよ。レッツ、超、頑張ってきます。はい、ということで、テレビ収録終了しました。はい、テレビの収録今終えました。いやー、出し切りました。やりきりましたよ。いやー、どうなったかな。はい、ということで、ちょっとね、冒頭急いで撮ったね、ちょっとね、もうちょっと詳しくお話しさせていただくと、この度ね、この蝶々結婚した男林太郎もたれ、このね、蝶太郎こと林太郎に2回目のテレビ出演依頼があったんです。はい、その番組の名前が読売テレビさんで、ごめんなさい、これもね、関西限定で関西の方しか見れないんですけど、読売テレビさんの関西情報ネット10という番組です。まあ、基本的にニュース番組で4時50分頃だったかなから放送されている番組です。その番組の金曜日のナニバーサル探偵団というねコーナーがあるんです。そこに出させていただいたんです。で、今回またすごいのが、てっきりね、そのねテレビ、まどかひろしさん出てるんですよ。で、前回僕用意ドン、ね、出たんですよ。隣の人間国産認定されたんですよ。またそれ見てくださいね。もう泣いてる映像だからあんまりあれですよ、恥ずかしいからあれですけど、そうなんです。前回は関西テレビの用意ドンさんに出させていただいたんです。その時にまどかひろしさんだったんですよ。で、今回そのテレビにも曜日は違うからだから、まどかひろしさん出れてるんで、もしかしたら僕のことをなんか言ってくれたんかなと思ったら、そうじゃなかったんです。ディレクターの方が関西でなんか蝶々でおもろい人おらんかなと思って調べたら、僕に引っかかって、なんか面白い蝶々のことやってるらしいですねっていうことから、蝶々のご依頼をしていただいたんです。はい、そのコーナーというのが今回関西でここで見れる、僕の活動地域で見れる日本で最も美しい蝶を一緒に探してくださいというコーナーだったんです。はい、だから一緒に見て回って、その蝶々を目指しながらもいろんな蝶々を見ていきましょうっていう、もう僕がもうね、毎日で、まあ、腸活してて、蝶々のね、ルート選抜やってる、それがまさにそれなんですよ。それを、ね、テレビでしていただけるっていう、このね、もうちょっとごめんなさい、興奮さもやらないんですけど、それをしていただいたんです。で、それをね、今回一緒に回っていただいたのが、吉本興業に所属されているネイビーズアフロっていうコンビを組まれている漫才コンビのお二人だったんです。もうそのお二人と一緒に回らせていただきました。いやー、もうこのお二人もね、もちろん初めてお会いしたんですけど、まあ僕漫才も見てますしね、インスタお二人すごいんですよ。インスタもすごい何万人フォローもねされてたり、 TikTok もされてるんで、概要欄も貼っとくんでね、もしね、蝶々チャンネルの人でね、あまりあれかもしれないですけど、もしよかったら見てください。すごいお二人なんで。でですよ、めちゃくちゃ優しかったね。こんな素人の僕でもね、このカメラが回ってない時でも蝶々の僕に話してもね、こう聞いてくださったり、もうずっと優しかったです。いや、だからね、思いましたね、こうテレビ出てる方で、こうずっと残られてる、活躍されてる方って、前回のまどかひろしさんといい、やっぱりもう人として素晴らしいなって思いましたね。もうこんな素人ね、まだ YouTuber ですけどね、まだこっからもうどんどん頑張っていきますけど、まだ言ってもまだこんな知名度のないこの僕がこうバーって喋って もう聞いてくださって、気さくに聞いてくださって、もうね、ずっと道中ね、お話しさせていただきました。楽しく、いやー、もうちょっともう完全にファンになりましたね、お二人の。もっと漫才見よう。漫才面白いんですよ。天使と悪魔のって僕一番好きなんですけど、漫才もいろいろされててね、もう本当に好きなんですけど、もうありがたかったです。いやー。でですよ、その蝶々撮れたかどうかをね、番組見てください。はい、番組の放送日、もう決まりました。番組の放送日は、2021年の9月10日金曜日です。9月10日金曜日。ただし関西限定なんで、ごめんなさい、関西の方しか見れないんですけど、見れる方は4時50分からの放送の番組のどこかで、ナニバーサル探偵団っていうどこかので流れるんで、6時頃だったかな、ちょっとわかんないですけど、流れるんで、ぜひ見てください。そして見れない方はぜひ録画してください。ポチッとしてください。はい、いやー、どうなるのかな。だからすごいですよね、朝7時半から今6時頃まで撮影して、おそらく20分ぐらいの動画、映像なんですよ。やっぱテレビすげーなと思いましたね。
丸一日みんなね汗かいてこう撮影して20分ぐらいなんですよ。やっぱりテレビってすごいなと思いました、改めて。そして芸人さんってやっぱりすごいなと思いましたね。そしてディレクターの方とか音声の方とかもみんなね暑い中、いやーやっぱプロってすごいなと思いました。もっと僕もプロとして頑張らないと、日本の国鳥大紫飼育課というプロとしてねもっと頑張らないとっていう刺激も受けましたね。はい、ということで、いやちょっと興奮冷めらないままねな状態なんですけど、ぜひね皆さん9月10日の放送をねお楽しみにしてください。そして関東関西以外の方はちょっとね見れなくて申し訳ないんですけど、あのもしね万が一その僕のとこだけ DVD とかいただけたら、まあでも送れないか、ごめんなさい、ちょっとね関西の方しか見れないんですけど、あのまたねいつか全国にもね出るようにねこれからも頑張っていくんで、まず関西の方ぜひね見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでちょっと興奮冷めらない状態でこれね今撮ってるんですけど、はい、ぜひお楽しみに見てください。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶いい感じやりましたよ。映るかな、どうかな